はい、チャンピオンジョッキースペシャル実況を始めていきたいと思います。現在2010年3月3週ですね。18勝しております。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さて、男性更年期障害の、ね、疑いがある爽快キックですよ。久々になりますが始めていきます。今日はね、メロンクリームソーダをいただいております。いや、3日ぶりぐらいですかね。もっとあっかの4日ぶりぐらいですかね。先ほど、まあ、練習がてらにね、ソウルスターリングでね、あのハードモードを東京18でプレイしたんですけどね、見事レボリューションが発動しましたよさて行きましょうね、騎乗交渉ね。ビクトワールピサにも乗りたいんだけどね、さすがにね、名前が出てこない、ごめんなさいごめんなさい。ローズキングダムがいるんでね、さすがに乗れませんよね。ビクトアルピサね、サツキショーバーね、ドバイワールドカップ勝ち馬ですよね。テロップ出しときましょうね、この輝かしい成績をね、テロップ出しときましょう。はい、ダンスホーターだり乗ってくれって言われたんだよね、確かね。当選冗談もね、あの秋天馬ですから乗りたいですよね。阪神大商店、まあでも依頼の方行きましょうかね。ちょっと信頼度をね、上げていかないといけないんでね、フリーになってしまったんでね、信頼度上げることがまず優先なので、ダンツホーテ乗ります。はい、これ走るのかな、ランザローテ。うん、瞬間のあの左回り回るとこれ厳しいね。山勝ブライアン、これちょっと頼もうか、頼もうす、よし。まあ、そしてね、土曜日は中京乗ります。ゴールスキーですね、これ楽しみですね、乗ります。もちろんね、前走ミスってしまったんですよね、確かね。ヒアシンステークスでね、ちょっと無知の持ち替えミスが発動して4着に敗れてしまったと。今回はね、ミスるわけにはいきません。ソウルフルボイス、荒川先生がね、プンプン状態ですけどね、これ乗りましょうね。オースト1機あるんで。桜テンペスト、この辺りも厳しいと思いますけどね、4角先頭あるんで乗ります。はい、行きましょう。クラシックシーズンもね、始まってくるんで、レースにレッツラゴー。桜テンペスト7番人気、4角先頭と、まあ、未勝利戦なんでそんなレベルは高くないと思います。4角先頭をね、無理してでも取りに行きましょう。はい、ごめんなさい、今日も鼻声ですかね。花粉症の方だいぶマシになってきたんですけどね、ブタクサのね、花粉はもう飛んでないんですかね。これはね、前の位置を取りに行きますよ。それで4で安定で、イージーボーイ、イージーボーイ。ちょっとね、これペース早いのかな。4角先頭取れないね、この感じだったらね。4角先頭取れないんでね、レボリューションひょっとしたらチャンスあるかもですね。来たね。ワンチャンありますよ、ワンチャン。来ない、来たでしょ、ほら。来た。頑張ってくれ。伸びろ、ニョイボー。よし、完勝。いきなり来ましたね。でも、レボリューションが発動しても、この差っていうのはね、ちょっと危なかったんですよね。もっと真剣に追わないと。ね。いや、国会ジョッキーね、最近、エボリューションのコツを掴んできたんじゃないですかね。なんかそんな感じがしますね。さて、ソウルフルボイス10番人気、オースト1機と、まあ、これはね、まあ、レボリューションを発動させるならもちろん差しの位置をね、キープしないといけないんですが、やっぱりオースト1機はね、先行でもね、発動するんで前の位置をね、取りに行きます。はい、強気にね。オースト1機発動しないとね、あの勝ち目ないんで、このままね。いや、更年期障害の疑いがあるって言いましたけど、今ちょっとね、そういう関係の本を読んでましてね、いや、思い当たる節がね、いくらでもあるんですよね。やっぱりやる気がね、最近なくてね。いや、競馬もやる気ないって言ったじゃないですかまあ今ちょっとね、毎日交換じゃないわ、スプリンターズステークスと凱旋門賞当ててね、ちょっとやる気になってるんですけど、それまで全くやる気が出なくて、ね、夏場もほとんど競馬してないんでね、もうこれは更年期障害じゃないのかと、
性欲の方もあまりないしね、男性ホルモン減ってるんちゃうかなと思って男性ホルモン減ってるよねみたいなね。僕も年ですからね、まあ、そんなこと言ったらいけません、実況でごめんなさいね、集中していきましょう。はい、これはね、オーストリッキーを発動させに行きます。これチャンスあるね、ワンチャンあるよ、ワンチャン。あ、ちょっと新規、マジでマジですか、マジですかせっかくいい感じで乗れてるのに、乗れてるのに、乗れてるのに、粘ってくれ、ダメだ、手前回転のに、手前回転も粘ってくれ、もう一回回転、粘ってくれ、粘ってくれ、刺されたなんだ今の、ちょっとね、やっぱり審議の影響かないい競馬できたと思ったんだけどな、なんでしょう。あ、よかったね、あれぐらいならね、膠着にならないんですね。まあでも勝ちたかったね、うん。荒川先生にもね、なんか美人さんですよね、この人ね、なんかどっかで見たことがあるような顔ですけどさて、ゴールスキー2番人気ね、これ勝たないといけないね。ライバルは1番人気は、あ、ダイワバーバリアンね、ダイワバーバリアン、ごめんなさい、ちょっと待って、ダイワバーバリアンって言ったらね、 G1 でも活躍した馬ですよね。 NHK マイルカップあたり構想した馬かな、ちょっと覚えてない、テロップ出しておきますね、はい。直一騎、一瞬抜きでね、直一騎を発動させましょう。はい、まあ、スタートは出してね、まあ、これ2位ぐらいでいいんだよね、サシューマン最初はね、まあ、それで4で安定と、うん、今回ね集中していきましょうね、はい。まあ、徐々にねハミレベルを上げていって、また手前回忘れてるね、手前回ね、ためてためて、まだ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 、もういいでしょう、いいでしょう、これね、ポテンシャルもね溜まってるんで、んー、刺してきてくれ、刺してきてくれ、一瞬の気で来い、一瞬の気で来い、手前書いて、もう一回書いて、よし、勝った、完勝ですね。うん、今日はねなんか調子いいですよ、久々にしてはね、やりました。さて、山勝ブライアン9番人気と、これアビリティないんだ、まあ、ただ競争能力61あるんでね、強気の競馬をしたいなと思います。1番人気はバルカントランブル、あんまりしませんね、まあ、これもねひょっとしたらレボリューション発動するかもしれないので狙いましょうかね。ね、スタートエクセレント、いいでしょう、はい、先手をキープしてね、3番手ならいいでしょうね、よし、石取りエクセレントね、よし、 OK、 折り合いノーマル、これでもう無理ですね、レボリューションがね、苦しい展開になった、苦しいわ、これこれは苦しいわ、ちょっちゅ苦しい、もう手応えがありませんね、この場ね、まあ、仕掛けグッと出ましたけどね、これではいきません、はい、策のない競馬ですね。9着残念。いや、メロンクリームソーダって懐かしい味ですよねチェリオの商品ですね。僕はチェリオ好きですけどね、チェリオの回し物ではありませんので、はい。さて、ダンス法廷ね、寺島調教師、うん、なんか柔道の先生みたいな顔だね。さて、小牧特別、6番人気ね、4角先頭と、うん、この
あ、でも素直のね、アビリティかな、アビリティじゃないの、素直のスキル、スキルでもないの、なんて言うんだろうこれ、素直にね印がついてるんで、これひょっとしたらね、レボリューションの可能性はありますよね。レボリューション出しやすいんじゃないかな、このままね。まあ、4で安定と。1ドリーエクセレントね、来たね。手間かいよ。ね、手間かいて。あ、オレアバット、ダメだ。苦しいな。400点取りに行った方がいいか。やっぱレボ狙いっていうのはね、あまりね、進められてないんで、厳しいですかね。4セントは取れません。レボリューション狙いに行ったらね。打ち終わっていけ、打ち終わっていけ、根性見せろ、根性見せろ、根性を発揮するんだ。頑張れ頑張れ、ぶつかっても伸びていけ、伸びていけ。苦しいね。あえてねバグに突っ込ませてね、根性を見せてもらおうと思ったんですけど、そう甘くはないなと。あまり強い前じゃないね、この場ね。正直。よく戦闘取りに行かないとダメですね。これ一旦切りますね、はい。はい、始めていきましょうかね。スカイデスマザーは、ね、今こんな感じです。ちょっとね、2月の調教をね、すっ飛ばしてしまったと思うんでね。まあ、オートで調教やってるんですけど、これダートバーなんですよね。距離加減 1300m、 距離上限 2000m なんで、まあね、ダートバーとしてね、距離適正はいいと思うんですけど、ただね、この決闘でダートバーが出るかというね、東海帝王の子供でしょ、これはね。東海帝王に母馬が、覚えてないな、ごめんなさいね。ただ、晩成なんですよね、この馬ね。はい。デビューはね、遅くなるかもしれません。行きましょう、はい。騎乗交渉ですね。結構来てますね。うん。あ、リルダバルね、もちろん、ね、起用しましょうね。ゼカヒでも重賞はね、勝たせてあげたいんで、乗りましょう、はい。楽しみですね、リルダバルね、はい。まあ、そして、名村海舟。まあ、これもね、500万下で62ならチャンスありますよね。これ、どうでしょう、甲賀先生。乗せてくれるね、よし。信頼をね、回復させていかないといけないんでね。エアウルフあたりは厳しいと思うんだよな、ね、やめとこうか。まあ、それで日曜日ね、G1 ありますね、高松宮記念。ただ、格外なんでね、これ乗れませんよね。スプリンターもなんかね、お手間作っとかないといけませんね。あ、インバルクちゃんがいるんでね、これ、重賞取りに行きましょうよね。インバルコってボバーだよね、この馬ね。インバルコじゃないの、インバルコ、バルコじゃないの。男やね、これもね、はい。女の子だったら面白かったんだよね。レース行きましょう、はい。さて、名村海舟7番人気、ど根性のアビリティあるんでね、バグに入れていきましょう、はい。まあ、先行ですよね、これはね。ごめんなさい。まあ、あまりレボはね、気にしないでいきます。はい。まあ、チャンスあればね、狙えますけどね。まあ、バグに入れてね。ね。でチャンスあるんじゃないですかね、これね。仕掛けノーマル、苦しい。ど根性見せろ、ど根性、頑張れ頑張れ、手前かいて、もう少し頑張れ、もう少し頑張れ、もう一丁頑張れ、手前かいて、2着か。悔しいな、外で伸びた馬がいたか。いい競馬できたんですけどね。これで信頼度もね、上がっていくと思うんで、うん。
さてリルダバルね、6番人気と人気はありませんが、人気はあちら、お金はこちらね、まあ、ただね菊花賞馬ビッグウィックが出てきましたね、馬子サンクね、あとは2番人気ロードオブザリンクで、2番人気あたりはねロードオブザリンクは重賞勝ってませんよね確かね、ニョーバンドマあたりね、まあ、十分チャンスはねあると思うんですけどね、まあ、阪神外回りなんでね4角先頭取りに行くっていうのもちょっと難しいんですよね、まあ、でも先行させたいなと、先行させて4角先頭取れたらいいんですけどね、まあ、そういう戦法できます、はい、意見分かれるところでしょうけど四角先頭を、ね、取りに行きます、はい、強気にね強気に結構逃げてますねこれね、四角先頭取れないな、前の馬がねちょっとかわさせてくれないんですよ、かわさせてくれよかわさせてくれよ、よし行った、これ無理やり取りに行きましたけど大丈夫ですかね、見せ道にする必要ないね、まあ、4角先頭来ると思うんですよね、よし来た、よし行こう、どないどないどない、粘ってくれ粘ってくれ、手間かいて、もう一回かいて、ちょっと頑張れよ頑張れ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 、ダメだ強気に行きすぎたか、もうちょっとね仕掛け遅らせてもよかったかな、リルダバルちょっとね難しいですね重賞勝つのね、さてインバルコね、これ勝たせてあげたいなと、アイバですからねインバルコ、バルコちゃん直一騎を出しましょう、ライバルは1番人気がワンダーキュート、強いね、2番人気オールマイスター、まあ、これかなりワンダーキュートは強敵になってきますね、これだから後ろから行きすぎたらねワンダーキュート前から行くと思うんでさせませんよね、てて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 、真ん中割っていきますか、また真ん中割っていきますか、集中しましょうね、外出したいな、苦しいなこれ、うち空き添いないよ、開くこれ、うち開いてほしいんだけど、真ん中開くか真ん中開くか、ちょっと苦しい、13番手ちょっと苦しい、危ない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 、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、苦しい、これは苦しい、一瞬抜きできたけどさせない、今危なかったね、かなり危なかった、大丈夫か、やっぱり外を出した方がいいなこのままなちょっと格好つけて内回ろうと思ったんですけどちょっとやばかったね今ね、まあ、中条くんには負けませんよ、はい、さてここでね一旦切りましょうね、はい、もう一周できますかね、さていきましょうか、4月の1周ですね、騎乗交渉と依頼の方を乗りましょうね、まだ G1 はないのかな、大阪杯、まあ大阪杯なんですけどね、乗り馬いないと残念ですね、あでもメインストリーム乗りましょうね、ローズプレステージあたりもね、これローズ一族ですよね、あメインストリーム強いんで乗ります、はい、うん、そして障害乗りましょうね久々に楽はしないやろな、これな着地罰でしょう、
でやめとこう、やっぱり次桜花賞だからごめんなさいね。ラナンキュラスあたりもね、これクラシックに乗りかけたぐらいの馬かな、これはね、うん、レースにレッツはゴー。さてラナンキュラスね、シンガリッキありますね。これ今週はね2頭ともシンガリッキなんでね、モースト分回しでいきましょう。うち下手して回るよりね外回った方がいいね、やっぱりね、うん、7番人気未勝利戦だからね、ワンチャンあるでしょう。はい、出してね下げます。すごいね天気やね、これね、曇ってるね、曇ってるじゃない、あ、雨降ってるね。読んでいきましょうね、読んで安定。もうすぐ分回し、手前書いてないね、相変わらずね、ごめんなさいね、すぐ忘れるんで。体で覚えないといけないね、これはね、やっぱりね。折り合いノーマル、折り合いノーマルでは厳しいよね。来たよ来たよ来たよ、刺してくれ、行ってくれ行ってくれ行ってくれ、なんとか一気に刺し切るんだ。手前かいて、もう一回かいて、よし勝った。強いねラナンキュラスね、今まで未勝利だったとは思えないぐらいの強さですね。うん、ポスト分回し有効やな、やっぱりな、このチャンピオンジョッキースペシャルもね。さてメインストリームもね、これシンガリッキーなのでね、一番人気がカプワスシーザー、この辺り格馬ですかね。ごめんなさいね、日本ピロレガーの2番人気と、うん、まあ、これも阪神外回りですから追い込みがねはまりそうな感じがしますよ。まあ、出して下げますね。お天気がね回復してますね。これ日曜日か、さっきの土曜日だよね、そういえばね。もう一度ごめんなさい、下回ってないね、位置取りエクセレント。まあ、2400m なんでね、ゆっくりまったりと行きましょう。この辺りね阪神競馬場のね景色をね楽しみながら行きたいですね。4段程度、まあ、秋ですからね、競馬場行ってもいいですよね。競馬場行っても最近楽しめないんだな、更年期障害ですかね本当に。男性にはあるらしいですからね、更年期障害ってね、女性だけじゃないらしいですよ。ちょっと離されてはいけないよ、離されてはいけないよ、離されてるねこれね。まあシンガリッキなんでね、内回るわけにはいきませんからね、合いません、飽きませんからね、うちはね。これ外回りですけど、ポテンシャル全く溜まってないんでね、これだけ追い通しだとね苦しいですよね。真ん中割っていきましょうか、真ん中ね。まあ、シンガリッキ来ましたけど、これ苦しいね、ちょっとね、ちょっと苦しいと思う。手間かいて、手間かいて、うん、頑張ってくれんよ。ちょっと離されすぎたなと、ミス騎乗ですねこれはね。うん、難しい。というわけで、まあ、来週ね、来週というか次回ね、あの G1 ありますんでね、4月2週というか桜花賞ですよ、おそらくね、テスコガビちゃんに乗るんで、来週も次回もね見てください。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。